古川元久の手で記者会見始めさせていただきます。委員長、冒頭発言お願いいたします。はい、お疲れ様です。この国会、最後の定例会見になろうかと思います。本日ですね、参議院の方で、自民党が提出をした政治資金規正法の改正案がですね、可決をされました。我々ですね、参議院においては、国民主党としての対案を出して、論戦を行ってまいりました。残念ながらですね、我々のさまざまな指摘、参議院の審議を通じてもですね、今回の法案がいかに抜け穴だらけでですね、問題が多いかというのは明らかになったと思うんですけれども、こういう形でですね、数の力で成立してしまったということは極めて遺憾であります。岸田総理はですね、この規制法改正を行うことによって、この自民党の派閥による裏金事件でですね、失われた政治に対する信頼を取り戻す、そのためにも規制法の改正を行わなきゃならないということで、この国会、無理やりですね、中身を詰めずに改正をですね、強行したわけでありますけれども、このような抜け穴だらけのですね、中身の改正ではですね、国民の皆さんの政治に対する信頼は、回復するどころかですね、さらに政治に対する不信というものは高まってしまうのではないかと、不信どころかですね、政治に対する絶望のようなですね、そうしたところまでですね、至ってしまうんじゃないかと、強く危惧をせざるを得ないというふうに思っています。また3年ぶりに党首討論が行われました。一言で申し上げるとですね、党首討論のやり方、時間も含めてちゃんと見直すべきだということ、そういう見直しもすると党首討論の持ち方も含めて見直しをするという約束でですね、党首討論を行うということだったんですけれども、従来と同じ時間で45分で、同じ形で行われたと、その結果ですね、我が党の玉木代表の質疑時間はわずか3分と、新葉幹事長が、ラーメン祭、インスタントラーメン祭できないというふうに申し上げましたけれども、ほとんど議論にならない形で終わってしまいました。我々はですね、前の国会からですね、ちゃんとした形で党首討論をやらないんだったら、もう国家機能政策委員会は廃すべきだという愛称案を維新の会と一緒に提出をしておりますけれども、今回3年ぶりにようやく党首討論は開かれましたが、しかし全く工夫もない形で従来通りと、これではですね、結局党首討論やりましたよっていう、アリバイ作りのために党首討論をやったと言われても仕方ない、状況ではないかと思います。ですのでですね、今回のを見るとですね、やっぱりこういう形で、国会に1回ぐらい、申し訳程度にですね、党首討論をやるということではですね、やはり、これではもう意味がないんじゃないかと思います。ですから、こういう状況ではですね、改めて、もう国家機能政策委員会は廃止をするということを訴えていかなきゃいけないなと思います。むしろですね、この前超党派の人口減少戦略議連で、人口減少問題に関するですね、特別委員会の設置というものを衆参両院の議員長に申し入れましたけれども、もうこんなですね、工夫もしない、改善もしない、そして、年に1回やるみたいな、そんな党首討論であればですね、国家機能政策委員会をやめて、むしろ人口減少問題に関する特別委員会を設けてですね、そこで、憲法審査会のようにですね、議員間で、この日本が直面する最大の構造問題ともいえる人口減少についてですね、
真摯に議論して、そしてそれに対応していく、まあ、戦略、政策を考えていく、まあ、そういう場を作っていくべきじゃないかというふうに思っています。冒頭は私からは以上です。ありがとうございました。それでは質問のある方は挙手さんにおっしゃってから質問お願いします。共同通信の山崎です。投資討論について、中身についてはどのようにご覧になりますでしょうか。まあ、まあ、残念ながら聞いて噛み合ってなかったっていう感じですよね。な相変わらずの岸田さんのいつもの。もう総理もなんか、本当にもうああいう形がね、はい、もうスタイルで、ちゃんとこう、まあ、向き合って、噛み合って、まあ、討論しようっていう感じではなかったと思いますね。関連で朝日新聞の松井です、うん、対するその、まあ、会長の時間を与えられていた野党第一党の泉代表 の論点についてはどのように受け止められましたか。うん、まあ、まあ、泉代表もね、まあ、それなりにこう準備はされていたんでしょうけども、ちゃんとやっぱりこうしっかり、ね、総理をこう土俵に上げて、ちゃんと組合、まあのところまで、まあ、まあ、それは総理が逃げたというのもあるかもしれませんけども、まあ、いけなかったんじゃないかなというふうに。そこまでいけなかった要因というか、どうしてやっぱかみ合わなかったんでしょうか。まあ、これもね、やはり、まあ、そもそも、ね、今回初めて、まあ、総理も初めてだし、ね、各代表も初めてというところですね。やっぱりもともとイギリスなんかだと、この党首討論というのは、基本的に週1回行われているというやつですね。やっぱりそうやってですね、こうまあ、ちゃんと定期的にきちんとやっていくということで、やっぱり討論もですね、練り上げていくというね、ときもありますから、あれまあ、こんな3年ぶりとか、ね、そういう状況では、まあ、総理も総理ですし、まあ、各党の党代表もですね、やっぱり、まあ、慣れないところがあったと思うし、やっぱりそういった意味でもですね、やっぱりこの、党首討論のあり方、ちゃんとやるんであれば定期的にやるとか、また時間もですね、もう少しやって時間を取ってやるとかですね、やっぱりそういう工夫をしなかったことがですね、まあ、一つこういう噛み合いの形で一方的に、まあ、主張を訴えるような形になってしまったんじゃないかなと思いますけど、ね。はい、共同の山崎です。明日立憲民主党が内閣不信任案を提出する見通しですけれども、うん、共同提出の可能性ですとか、また国民民主党の対応については今どのようにお考えでしょうか。何もまあお話はありませんから、共同提出するということはないと思います。で、まあ、対応についてはですね、まあ、今日も我が党の代表は総理に辞職を求めてるんですけど、まあ、当然これはね、はい、まあ、不信任案対戦と、もし不信任案が出ればそれは賛成することになると思います。はい、他にございますか。なければこれはあります。よろしいでしょうか。それもう一点、はい、その不信任を出す、まあ、筆頭である立憲 のしかも、まあ、野党第一党である立憲の代表である泉さんの、まあ、初めての、まあ、デビューというか党首討論だったわけですけれども、気迫というか、その解散してまで気迫だとか、その論戦 の内容とか、スタイル全般についてはどのように評価されましたか。まあ、泉代表は泉代表として頑張られたんじゃないかとは思います。はい。はい。はい、よろしいでしょうか。ありがとうございました。はい、はい、どうもありがとうございました。お世話になりました。